ご飯の時間がやってきました。イエイ、イエイ。はい、今回はですね、神奈川県横浜市にやってきました。はい、はい、今回も横浜にやってきたということは、はい、吉村屋さん、もちろんです、うん、はい、で今回はもう一人ね、うん、初めて吉村屋にいる方を連れてきました、うん、ということで今回は4人で行きたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで吉村屋、うん、今回は夕方の6時ぐらいに来ましたね。さあ入りましょう。はい、これマコが押してるんですね。そうそう、もうなんかと大事2つもう必ず移動し、今回海苔も、今回待ってましたね。待ってたね。初めて、あ、初めて、あいちゃん、あ、そうか、楽しみです。今日は一人ゲストがいます。もうやっぱりこのほら直径店の T シャツのさ、うん、ああ本当だ、違うんだよ、これが油だ、ね、うん、使ってて、私これ食べるの初めてなんだけどね。野菜畑、うん、マジで、うん、意外と、なんか前回頼もうと思って売り切れてた。あ、そうなんや。そう、初めて食べた。ほうれん草来ました。これほんとすごいよ。これで、これ1個分ってこと、これ1個分、1話分あると思うよ。1話分ぐらいあるよね。だってさ、パンだと茹でる、うん、すごいよね。うん、これさ、かなりいろんな野菜入ってるのね、うん、玉ねぎでしょ、小松菜でしょ、人参、もやしにきくらげで、いただきます。うん、シャキシャキして美味しいね。美味しい、うん、ハマってます、うん、うん、すげえ、ね、結構もう茹で加減が、うん、来ました、来たー。この真ん中のが自分なんですけど、うんうん、チャーシュー麺です ね、 あ、ね、そうね、うん、ブレないね、安定のチャーシュー麺、うん、いやもうこれしか一択だよね、うん、これね、今日のスープは本当に良かったですね、うん、また、うんうん、このマイカミの超大事、うん、あやちゃんは普通で食べました、ね、うん、だけどやっぱりね、すごいね、そう、うん、いい具合にこのチーズとの混ざり具合、そうだよね、いいな、このステマコ、マコは GO 飲むってもうね、ほんとこの最初の作りの時の絵がもう自分たまんないもん、うん、でも分かるね、うん、もうちょいドキドキするね、うん、ドキドキ、いやめっちゃするよ。でこの日さ、なんかさ、自分は豚骨感が少しあっさりしてて、うん、なんかね、爽やかな軽快な吉村のスープだった、うんうん、分かる、うん、なんか毎回違うけど毎回うまいっていうのは、追体験してるもん、あの時の感触がなんか蘇るかのようですね、うん、これ見てて、これスープで追いかけてるんですけど、うんうん、いいよ、なんかスープ不思議でさ、本当豚骨がグッと重い時もあれば、うん、チーユが何立ってくる時もあるし、うんうん、でしょっぱさが来る時もあるけど、うん、今回の本当なんかね、爽やか、うん、チーユが出てくる感じだった、豚骨というよりは、これ端がさ、うん、ツルツルするから、うん、あやちゃんでも厳しそう。そうなの、結構ね、力加減が必要ですからね、うん、できた、安心した、うん、それでもやっぱうまいこと食べてますね。そうですね、うん、このチャーシューの可能期間がほんと強いですよ、吉村さんは。強いよね、多分一番強いと思う、うん、スープにもすごい味が、そうなんだよね、スープとかね、うん、そこがまた、うん、うまいですよね、うん、マコも手慣れてる慎重でしょ、今日は前橋じゃない、そう、ちょっと忘れたんだよねこの時こそ持っておかなきゃいけなかったんだけどさ、ちょっと怖
興奮すんだよ本当に、うん、もう口に近づくともうね綺麗に食べようと思うんだけど、うん、この先まで来ると勢いでいっちゃうもううまくて、うん、興奮させるラーメンだよね、うん、そう本当に、うんうんバクモちゃんいいんだよこれがこの眺めがすごいもんね。ねこの日は自分は普通盛りしたんですけど、うん、うまいんだよこれ。うまいうまいねこれうまいね。ほんと一口にライスって言っても全然違うからね見てみるって、うん、うまいね、うん、うまいねうまいうまいね。大体わかるんだよねうまいって感じてる時って、うんうまいね。うまい。うまいね。チャーシューうまいですけど、うん。今日はチャーシュー麺にしてよかったと思います、うん。もうたまに食べたくなる時あるもんね。見てて。いつもだよ。いつも。それが言ってほしかったよ。ああね。一瞬消えちゃった。これね野菜で追いかけてるんですよ。これスープ。これがもう自分の中で。あ、そうなんだ。野菜で追いかけるとかうまいんだ。うまいです。やったことない。チャーシューは。あ、そうなんだ。これ自分かな、うん。ちょっと浸しますよね。このトッピングのやつを浸してる感じですよね。本当にこのほうれん草の量がすごいですよ。一羽入ってるんじゃないかっていうね。シャキシャキ入ってる。全体的に豪快だよね。うん。うん。うん。カチコレてる。あ、もうこそ。最近自分の中でブームのご飯の使う胡椒。あ、ご飯のチームみたいな。でもちょっとね、この時ちょっと胡椒にハマってて、まあニンニクもいいんだけど、このちょっと軽快なスープに胡椒どうかなと思ったらね。スープの味変えずにご飯に胡椒かけてとかいろいろ考えながらね。やってんだけど、このご飯に胡椒も結構うまいんだよ。なんか見てるとうまそうですよ、うん。いやこれは良くなりますね。なるほど。滑るかしね。滑るか。逆にならない人が少ないと思いますよ。あ、本当。ちょっと嬉しい。これ行った人は、うん、多分分かると思う。あの吉村さんって、ちょっとコツがいりますよね。いる、うん、力加減というか。そう、この日はチンゲン菜ですかね。チンゲン菜でも小松菜ですね。小松菜。チンゲン菜入ったらすごい。かなりのインパクト、ね。そうでもだからトッピングすればよかったので、自分ほうれん草食べたかったんだよこの日実は。ガーリックチップ。うんこのレンゲで揚げるのあやちゃんやり方をバカねパクってるんですよね、うん、パクり損ねてるけどねうまいよなでも、うん、これがまたたまに食べるとうまいですよ。うまいね、うん、こう海苔って結構湿らす派ですよね、うん、湿らないでしょあんまり。そうあんま湿らないそうは。だからもうね、しびれ切らしてもう締める前に巻いちゃうから変な形になっちゃうんだけど、締めらそうと思ったら奥の方に入れないと難しいですよ ね。上の方はもう本当自由が先に入ってしまうから、うん、あ、だからか自分の問題なんだけど、反省切ってしょうがないんだけど、それはいいですけど本当に鼻の穴開けるとは自分の思うもんね、それが食べてる時チャーシューの鉄板ですよ、自分の中で。いやね、すげえうまそう、これ、うん、自分なんかね、チャーシュー麺トライしてみたいなと思うんですけど、うん、やっぱりラーメンおっしゃるんですよ、うん、それはいつもチャーシュー食べてあげる残ったらミートハンターミートハンターです。チャーシュー麺にしてよかったです。大興奮です。本当にこれおこれもらおおあやちゃんもやっぱり長くなんでこう人の失敗見ると嬉しいんだろうもう長かったことのように食べてないから嬉しいよね。難しいよ難しい、ね、なんかどこまで上げるのいいアングルどこまで上げるんですかあ、俺か
字が時短だった、うん、もうライスしか見てないもん。ライスがかなり残ってきてるもん ね、 そう、うん、結構ね、やっぱり、ね、スープ巻いてきてライス食べる前になんか思わずね麺でいっちゃうんだよね、うん、もうスープ飲むのもすごい、まあ、なんか入ってきたのこの本当この日だけじゃないんだけどね、うん、そうなんかね、これなくなるよ、そうそう、分かってるんだけどいわゆる止まらないっていう、うまいですね、麺を巻くのは、うまい、ご飯食べたくて仕方がなくなるよ、なるよね、めっちゃ残念でしょ、そして、確かにご飯を巻く、うん、これもうまいですよ、やっぱ相変わらず噛むの早いね、うん、これもちょっと、うん、すごい、いけんの、うん、おいったね、どうかすごいな、マジで一口が大きいよね、大きいね、もうマコ全然ないよ、スープしかも海苔までめちゃくちゃ余ってる、そうなんだよね、結構これ海苔食べたいと思われに使うの忘れちゃう、海苔は使うの忘れるとき自分も多い、多い、うん、ね、結構意識的に使わないと、そう、ね、最後まで残ってしまう時あるとまたスープ飲んでる、うん、あ、そうしたそうまた飲んじゃう、やばいな、どうしようかなひたすら飲み続けてますか、かなり終盤になってから気づくからね、うん、でももうライスも、うん、ほぼそう、まあ、いざかまったらもうご飯だけでもいけるからね、うん、いけんの自分はね、あ、そうか、あの生姜の刻みとか、えっけ、えっけ、えっけ、これも行きましたか、これはもうやらせてください、これはもうここは、いやもうここまでスープ飲んでたらなかったでしょ、そう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 、いや、うまかった、うん、美味しかったです、吉村屋さんのバランスが取れてて、なんかこう、杉田屋の最初一口食べた時はもうなんかガッて衝撃が来るぐらいおって思ったけど、吉村屋さんのはなんか飲んだ瞬間、あ、なんかホッとするっていうかマイルドな気がしましたということでした、もう今日喋んなくていいんじゃない、俺いけないはい、ということで、はい、やってきました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、前に杉田屋さんには2回一緒に行ったことあるんですけど、今回ね、一口目飲んだ瞬間に、うん、吉村屋さんの方が好きだって出たね、うん、いやなんか、なんかまあ家系に向いてるってことじゃない、反応の速さは、ね、家系に向いてるとかあるか勝手にいたけど、なんかそんな気がした、一発でね、うん、パッて言うってことはやっぱ、うん、合ってる、和子はどうなのか、最後自分はね、あ、ちょっと語ると、うん、今日あの最近どんどん吉村さん好きになって、どんどん好きになってるね、うん、最初の頃よりさらに、うんうん、なんだけど、うん、今日いつもと違うなと思って、うん、なんかいつもあの返しのパワーとか、まあ、返しが鋭い時と豚骨のパワーがあるとか2種類が自分はあったんだけど、今日は3種類目というか、すごいマイルドな、うん、なんかなあのでもそれはチーズだけじゃなくて、なんか、うん、何かわからない甘さとかこうトロッとした感じを感じて、うん、はいはい、なんか今日スープのまろやかさっていうかね、あったよね、うん、今日とろみがすごいあった気がしますね、まあ、自分は本当に吉村さんが家系ラーメンの中で一番好きなので、うん、だから言って最初から言ってるもんね、行くたびにものすごい違いがある、うん、やっぱりこういい意味でね、うん、あるんですよね、うん、今回はその中でも、うん、特になんかすごいパワーを感じますね、うん、スープに、うんうん、だって大概食べ進んでも半分以上食べ進んでスープ見たらまだちゃんと分離してて、うん、なんかすごいバランスだったな、うん、今日はね、うん、本当にゆっくり食べました、うん、味わおうって感じで、うんうん、であの麺がどん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 柔らかくなるじゃないですか、もちろん当然スープを吸ってね、それがまたうまいんですよね、あー確かにね、うまかった、なんか最後の柔らかい麺もうまかったです、うん、そうだね、うん、今日自分もやるかなと思った、うん、で今日はほうれん草じゃなくて、うん、小松菜だったんですけども、うん、やっぱ自分はほうれん草が好きです、あ自分もそうだな、自分もそう、だから今日ね2人がねほうれん草巻き頼んでたじゃん、うん、でまさかのデフォルトの方が自分の丼の方が小松菜だけだったから、うん、ああなんか頼んどきゃよかったって本当思った、言ったら全然ね、あマジでとか一心不乱に食べてたから、そうだね、
だって今日自分この自分が今日ご飯が余って、うん、ラーメンのバランス本当今日ね今まで味わったことないからこれ味変ももったいないし、はい、とにかくスープとめんのどんどん食べちゃったら、うん、ご飯が半分以上余ったのってちょっと焦った、うん、初めてだよ家系来ていやパッと見た時にあれとかなんかマコ今日は制裁書いてるのかなと思ったんですけど逆そうじゃなかった逆にあの制裁がありまくったのスープの方がないけどあっちがもう、うん、なるほどねそれぐらいスープだけで味わえたもんねなんかその自分もねこうやっぱり 何度かもう吉村屋さんは来てるんだけど、うん、やっぱりそのなんていうのかなこう濃さとかしつこさというよりやっぱり旨味だったりとかすごくこうその充実した食べ応えっていうんですか、はい、ということで、はい、大変美味しい一杯でした、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました、はい、それではまた。